はいどうも、100均にです。今回ダイソーに行ってきました。今日気になった商品、こちらになります。LED ランタン、ラウンド。価格税込み330円の商品で、こちらはね、まだちょっと調べた感じ、ダイソーの在庫検索のアプリにはちょっと載ってなかった商品なんですけど、こちらね、商品自体はグリーンオーナメントさんの商品で、グリーンオーナメントさんのホームページ見ると、8月の新商品として掲載されてた商品だったんで、こんなの今度また出るんだなぁと思ってて、今回ダイソー行ったらお店の方でね、並んでたんで、早速買ってきてみました。こちらね、見てわかるように、アウトドア用というかね、キャンプの時とかに、雰囲気良さそうなランタンで、フィラメント風に光るということです。で、強点灯と弱点灯があるようで、強点灯だと連続点灯時間8時間の 300mAh の85ルーメン。弱点灯の場合、連続点灯は30時間、60mAh の15ルーメンということです。目安としてはそれぐらい使えるみたい。で、いつものごとくね、グリーンオーナメントさんなんで、乾電池式ということで、乾電池の方が別途、3、4電池が3本別で必要ということです。こちらにもあります。アウトドアに、インテリアにということで、どちらに使ってもね、この写真見る感じの雰囲気は良さそうだなと思います。こうやってフック付きとなってて、もう注意が書いてますね。フックをね、後から取り付けるみたいなんですけど、一旦フックは本体にセット後は外せませんということで、一回付けたら外さない感じなんですけど、このタイプはもうフック付けといた方がね、使いやすそうな気はします。はい、あとはもうスイッチを押すだけで、強、弱、オフと切り替わっていくだけということらしいですんで、実際の商品ね、見ていこうかなと思います。中開けたらね、商品、こういうランタンとさっき言ってたこのフックがついてます。で、穴が開いてるので、ここにね、差し込む感じです。もうこれは早速つけちゃいますね。よいしょ。はい。こうやって差し込むだけで、フックは取り付けできます。そうするともうここにね、フック引っ掛けるだけなんで、ぶら下げてランタンとしても使えるし、置いてインテリアとしても使いやすいかなと思います。で、電球はここについてまして、一応これ、こうやって外せました。ただここからは外れないんですよね。このカバーみたいなのがあるので。こういう感じで、ここはもうガラスではなくプラスチック製のね、樹脂でできたカバーになってます。で、スイッチがここにあって、これを押せば点灯したりっていうことになるらしい。で、この上のね、天板の部分ちょっとひねってあげると、こうやって開きますんで、電池が入れることができます。ということで、早速電池入れちゃいますね。電池を入れて、蓋をして、ひねってあげるだけ。これも簡単で、電池の入れ替えもできます。では、一回ちょっとこの状態で、一度ライトつけてみますね。ここがスイッチです。こんな感じのライトになります。このフィラメント風にね、光ってる感じで、これが今強点灯。で、これで弱、少し弱くなりましたね。はい。で、これで消えると。という感じで。今見た感じのね、この明かり。見てる感じは良さそうな感じですよね、こうやって。キャンプとかの時には雰囲気出て良さそうなライトかなと思います。では、こちら電気をちょっと消してみます。暗闇で使うとどうなるか、スイッチの方入れてみたいと思います。こんな感じです。このね、ちょっと隙間というかね、カバーになってるところの分がこうやって線になるんで、これもこれでね、いいアクセントになるかなというふうには思います。これ今、強点灯ですね。いい感じの明かりかと思います。あったかい感じでね。それなりに明るいですし。で、弱にすると、一気にこれで、暗くなりますんで。どうでしょうね。キャンプの時とかだったら、多少の明かりでいいんならテーブルに置くとかね。インテリアで使う分にはこっちの弱の方がね、枕元とかのね、ベッド周りに置いとくには、ちょっとした明かりとしてはいいかなと思います。でも、これだったらね、ぶら下げておいても結構明るい感じなんで、上にぶら下げてもいい感じだと思います。で、結構この下がね、こんな感じで平らになってて、周りにカバーもあるので、周りからの衝撃とかもね、ある程度は対応できるかなと思います。いい感じですね。やっぱグリーンオーナメントさんのやつも、こういうランタンはね、結構雰囲気が出ていいなというふうに思いますので、330円で買えるランタンとしては悪くない。電池式ですけどね、悪くないと思います。こう言ってキャンプ行ったりする時とかには十分雰囲気出ていい感じのランタンになってるかなとは思っております。ということでね、こちらですけど、サイズがね、どうでしょう。高さがね、約 11.5 ぐらい。で、この電池ボックス部分の直径がね、だいたい 7.5 センチぐらいですね。下のサークル部分で 8.5 センチぐらい。全部入れたら10センチぐらいは直径あるかなって感じです。単4電池3本入れてる状態ですけど、これでね、この状態で重さが 128g になります。こちら重量もね、そんなに重いものではないので、こう手軽にこう引っ掛けておくことができるかなというとこですね。いい感じでフィラメント風に光る LED のランタン。また新しく出てたんで。なかなかこのね、グリーンオーナメントさん、いろんなライト出てくるんで、結構自分好みのやつがね、見つかるんじゃないかなというのは、ちょっと僕の感想ですね。結構いろんなタイプ出てますんで。正直ね、いろいろ電池式とかにはね、いろいろ人によっては、充電式の方が便利とか、いろいろあるんですけど、僕はこれ、電池式の方がね、結構長持ちするような気がするんで、電池の方が好きは好きですね。どちらかというと。充電し忘れたらね、充電式のやつってもうすぐ使えないんで、ね、僕的にはこういう電池式のランタン、結構災害とかがあった時とかのね、緊急用にも便利なので、いくつかあると便利かなと思っております。今回こちらグリーンオーナメントさんのね、商品、また新商品発売されておりましたんで、こちらですね、JANコードはこちらになります。アウトドアでね、使うタイプですが、グリーンオーナメントさんのやつはね、基本的に非防水なので、こちらね、ご使用の際はお気をつけください。でも雰囲気はいい感じの雰囲気のね、ランタンかなと、僕自身も思うので、この新しく出たフィラメント風のね、LED ランタン、ラウンド。気になる方はダイソーをチェックしてみてください。ちょっとね、現時点ではまだ多分ダイソーの在庫アプリの方では、検索引っかからなかったと思うんで、LED ランタンでね、検索したんですけど、ちょっとうまく引っかかってなかったんで、まだ載ってないかもしれないんですが、ダイソーの方で並んでおりましたんで、ちょっとチェックしてみてください、気になる方は。ということで、今回はこの辺で、また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。